フラノ岳は、石狩山地の十勝岳連邦の南西部に位置し、フラノ市と上フラノ町にまたがる、標高1912メートルの山である。山域は、大雪山国立公園に指定されている。火山ではあるが、山独の安静加工を除き、古い時代に活動を終えたと考えられる。そのため、安静加工近辺を除いて、全山高山植物が豊富で、特に山頂部は、 夏の時期は広大なお花畑が広がる。花の百名山に選定されていて、その著者の田中澄江は代表する高山植物として、エゾの白山一毛などを紹介した。蝦夷崎菊、エゾ夷ツ子ツ、蝦夷の菅桜、エゾルリソウ、小岩鏡、大雪鳥かぶと、チングルマ、二股タンポポなども見られる。隣接すると価値だけが、有史以来の激しい噴火のため、 山頂部に植物に乏しいのと対照的である。北側の十勝岳温泉からと、南側の原子が原登山口からの2本の登山道がある。周辺には無人の避難小屋があり、十勝岳温泉の登山口には宿泊施設がある。石狩山地の十勝岳連峰南部にあり、東北島の上、滅か滅徳との間には、三部山、西南西に伸びる稜線には前富良野岳と朝日岳が、 ある。山頂に一等三角点が設置されている。富良野岳山頂近くのお花畑以下の源流の河川はそれぞれ石狩湾に流れる。三部山沢の最上流部には90の滝がある。ありがとうございます。